また雨降ってる。よっしゃ、ヘビ魔獣め、片っ端から倒していくぞ。僕に助けを求める女の子たち。妖怪ウォッチの時はさ、雨降ったらカッパ来てたのにね、カッパ来ないんだね。いけすかね野郎ど。騒がしいゴリラの鳴き声も聞こえるな。お、騒がしいゴリラ。喧嘩してる場合じゃないですから。投稿タイムね。えいつも思うんだけど、これいいね、集めないんだけど。俺ほぼ確実にね、学校に一直線なんだけど、結構もらえるんだよね。さすがキュービーパイセン、女生徒に大人。あれ、この子もしかして生徒カードもらった子たちじゃねえ。もらった子たちとは友達になっていいねがもらいやすいとか。おはよう。お前なんて知らねえよ。知らない子がいる。あんま関係ないのか。おはよう。おはよう。ほらもう160もたまった。これ朝稼いだ方が楽なんじゃないか。おはよう。おはよう。いいね、4000ぐらいたまってなかったっけ。今803まで減ったの。この授業パートも特に何かあった覚えがないけど、力全部こうなるわけじゃ。さあ、ということで、お、やっと雨が止んだ。いや、いや。さあ、じゃあイベント進めますか。風水ボーイです。一つぐらい進めとこうか。10体。思ったより音量いないけど。いた。プレーリーロック。お、強くなってるかな。そんな気もする。お前の時間だ。バケガラ呼んだけど何にもしてない。お、テカテカ布欲しい。早くね、メラパイセンに服を与えてあげないと。今恥ずかしい思いしてるよ。お、もうこれはあれだね、あと2。おお、布がいっぱい。一瞬で終わっちゃったよ。まさしく一瞬でやる。知らない子がいる。そこじゃない。ベンチに座るんじゃない。いいバトルだったね。お、やったぜ。坂田隼人くん。そろそろ休憩取らない？結構時間が経ったみたいだよ。同じ姿勢してると変なところが凝っちゃったりするんだよね。じゃあエビ反りラップ体操で俺と一緒に体ほぐそうぜ。どんな体操？いたいた。これで OK。 あれでもレベル違うな。倒した数だけなら絶対ない。じわじわヒーリングがじわじわすぎて何の役にも立たない。どうだい、足りた10体。ゼロだと。中かなこれ、もしかして。予想外です。中かな。地味なディーズ。お前ら音量見えとんやな。無重力反応。ジャガンの使い手。どうなっても知らないよ。秘められし暗黒の力、もう抑えられねえ。
タクな生徒が何言っとんや。校舎の中っぽいよね。あんまり音量が見当たらないね。むしろ見当たる方がまずいんだけど、むしろいいことなんだけどね。ゲームとしてはどうなのかという。あんまり音量が見当たらないよ。教室の中にいたりするのかな、ね、いないな。お、カスノート弱い弱い。お、合ってる合ってる。パワーサイト活性化まであと4体。いない。2階に行くしかないか。2階入ります。やばいでしょ。話に混ざりたい感じ、ね、面白い。気に入ったからこれあげちゃう。ええ音で鳴るハリセン。関西人だった。よし足りたな。オッケー。目指すこと好き。よっしゃ。迷宮霊剣断絶丸。エレガントレイピア。まだ空いてるんだよね。ん？素材なのかな？装備できないもんね。ん？よくわからん。とりあえずストーリーを進めよう。よう。無視はしないよ。優しいだ。いいね。こんな簡単にいいねが増えたら苦労せんわ。いくぞ。準備ができたら。メラパイセンはね、まだ裸だけど準備はできた。未来のテクノロジーをゲットした。あら、もう行くの？慌てなくてもいいのよ。ゆっくりしていってね。ゆっくりしたら。調査開始。エコなトートバッグ。初恋のいちご大福。銅の金、あ、銅の金屋くん人形もらえる。ね、セーブしよう。そうね。あの、割とボス強かったんで。なんで？明日。割とね、ボス強かったんでね、セーブはしといた方がいい気がする。おっと待てよ。ジョブだね。キュービーパイセン、ピカピカの1年生5になってない。あ、ピカピカの1年生弱いんだよね。もうちょっとなんだけどな。割るで、こっちはナルシストに、でセーブしていこう。よし、オッケー。あら、もう行くよ。行くのね。行く。ち、余計なことを。え？クラフトもうまくいったことだし、ヘビ魔獣を倒しに行きましょう。そうだね、急ごう。エンラ先生、じゃあ俺たちヘビ魔獣をぶっ倒しに行ってきます。ええ。わあ、目つきが悪い。ミッションストーツー。必ず助け。寝過ごしたのかな。だから待っていてくれ、僕のファンの子たち。お前のファンとは限らねえだろう。生徒が歩き回ってる。いたいた。ほらほらほら。あ、結構強い、結構強い。思ったより強いな。いいね。変身早いな。お前の時間だ。負けーな。あ、
そういうことね。してたの確かあの人に後押しされて告白しようって決めて。でも無事でよかった。大した怪我もなさそうね。無事でよかった。ここか。どこだ。上にいる。上に行くぞ。結構痛い。ここで変身入る。今なんかいい回復量が見えたんだ。レニム、変身すると体力も回復するからね。強いんです。私何してたんだっけ。お、ディスコタイム中。AI について相談してて、このタイミングで敵と戦いたいけど近場に敵がいない。恋愛相談、それってもしかしてあの人に。エンラ先生、怪しい。本を出すくらい恋愛のプロ、そんな人他にいないでしょ。だが入れないんだけど、これはめれるんじゃない。君大丈夫。一体何があったんだ。それが保健室。おい、これエンラ先生怪しすぎるぜ。きっと魔獣になっちまったぜ。保健室、犯人はエンラ先生。僕呪いの犯人分かっちゃった。僕分かっちゃった。すげえじゃん、マタロウ。エンラ先生に報告に行こうぜ。エンラ先生、マタロウが呪いの犯人分かったって。へえ、そうなの。賢いガキは嫌いだよ。ようやく解けたんです。全ての謎が。全ての謎が。エンラ先生、やはりあなたが犯人だったんですね。おい、マタロウ、お前何言ってんだ。そんなわけないだろ。エンラ先生は何たって年上の女の人なんだぞ。ジンペイ君、年上は関係ないから。人を好きになっただけで呪われ、学園からいなくなってしまう。恋愛とは不確かな感情ですよね。いくら呪いだと言っても不自然です。ということは犯人は何らかの方法で誰かが恋愛をしたことを知ることができる。そして犯人は恋愛したものを蛇魔獣に変えていった。まるで罰を与えるかのように。本当か、木林。匂いますね。粉っぽいですね。粉っぽいですね。名探偵、粉っぽいんですね。あ、このセリフは名探偵粉っぽい。妖怪ウォッチの時はね、あれだったよね。レンコン教授だったよね。何それ。大人気の低年齢向け推理アニメだよ。きっと彼の中で低年齢向けハテナ何かの表紙に目覚めてしまったんだ。犯人は誰が恋愛をしているかを知るために常に全生徒たちの心を読んでいる。みんな、みんな、バウアー、バウアー。完全になりきってる。犯人は生徒たちの恋愛を簡単に知ることができる人物。もうお分かりですね、エンラ先生。クックックック、黒マテリ。では粉っぽく真相解明といこうか。恋愛禁止の呪いのせいで恋する生徒たちは行き場のない気持ちに苦しんでいた。だけどこの学園にはエンラ先生という救世主がいたんだ。本を出すくらいの恋愛のプロだから女生徒たちが相談に行ってたんだよね。あなたは相談に来た生徒たちに恋愛をする候補者としての目星をつけ、告白をしたら蛇魔獣に変わるという奇妙な術をかけたのです。そうですよね、エンラ夏希先生。え、全然違うんですけどってね。あまり推理もんでそういう展開にはならないよね。恋愛のプロであるはずの先生がなぜ恋愛を、恋愛をするものを恨んでいるんですか。そもそもあなたは一体誰なんですか。おお、目つきが悪い。
生の様子がおかしい。もしかして何かに取り憑かれてる。エンラ先生。まったく、これだから好奇心旺盛な坊やは困るのよ。全員まとめて。だいたいね、あの金田一でもコナンでもね、犯人バレた途端に急変するよね。多分ね、メデューサさんのはずなんですけどね、ですよね。俺がね、知ってるね、あのコロコロの漫画なんで、これが出てきたところでね、続きは映画館かコミックでって言われてね、こっから先知らないんだよね。メデューサって、あのメデューサ。そうか、伝承のメデューサは裏切りの愛に敗れて魔物になったんだ。だからこんな。詳しいな、マタロウ。なんてことだ、エンラ先生があんな邪悪なメドゥーサだったなんて。違うよ、ジンペイ君。きっと先生はメデューサに取り憑かれて操られているんだ。ごめーと。ごめーと。これまでこの女の中に。だいたい全部自分でバラしてくれるよね。推理も犯人見つかった瞬間ぐらいに。醜い欲望に溺れた人間など。俺のエンラ先生を返せ。返せったら返せ。ヘビっていうか魚に見えるんだけど手のところ。ジンペイ君しっかりして。うわー、襲ってきた。割とボス強えんだよな。赤き一戦、許せん。メテオレイン。エンラ先生に手を出されたから。これボコる方が正解の方か。そこには誰もいませんよ。マジか。くらえ妖撃波。あ、今当たった。よく分かんなかった。治癒結界でみんな回復だ。よし見ろ。ちょっと待って、200、220。いい加減にしろ。なんだそのダメージ量は。あんま近寄りたくないな。変身したやつに任せるか。テニス部員が急に現れた。追跡しすぎだろ。ちょっと変身 OK。 変身したら完全回復。痛い。衝撃波。赤き一戦。お、飛んだ。ブレインダンめちゃくちゃ食らってる。獅子王が死んじゃうでしょうが。獅子王。うめえ。いやうまい。決めろ。悪目立ち。百獣ナックル。紫の舞出まーしやー。おお、アイテムを回収だ。この俺がいる限り悪の栄えた試しはない。ヒーローっぽいセリフ、やっぱ刺さる。なんだこっちらの力は。杖、獅子王ナックル、杖、エレガント、杖、コマンダー、爪、あと。なるほど、わからん、ね、何に使えばいいのか全くわからん。あれ、うんこになった。嘘だろ、映していいのかこんなの。小学生ドッカンドッカンだよ。あれ、準備ができたらな。これはセーブしておいた方が良さそうだね。てか生徒多いな。そびえ立つ巨体、うなる鋼鉄の剛腕、スーパーロボットの魅力はあんま関係ないなまさかのうんこだぞ。その発想はなかったわ。うすい。
だけど風水ボイは一回は話しかけとかないとダメだね。あ、気合がみなぎって山田君だ。アンドトロイドだって。今日は髪型がセーブしといた方がいいんだろうな。仁平くんがね、今あれがないんだよね。食事がなんかあるかな。食事エンラ先生のノリペンしか食わねえ。食丸ペロン回復力 140% と 10% 安いな。所詮お菓子か。あ、ただ変身ゲージが増えるのか。こいつは美味しい。まあゼロよりはね。よし、行くぞ。